はい。はい、はい、は、脊椎動物の器官の一つである。肺臓とも呼ばれる。空気中から得た酸素を体内に取り込んだり、老肺物である二酸化炭素を空気中に排出する役があり、呼吸を持つ。これに対して水中から得た酸素を取り込み、水中に排出する器官がエラである。なお、無脊椎動物においても、体内に一定の空襲を持ち。 その内側でガス交換を行う機関をこう呼ぶ。節足動物の蜘蛛が立つな、軟体動物の複足綱にその例がある。人の場合、重さは両肺で男性が約 1kg、女性は約 0.9kg ほどあり、強硬の大部分を占め、主に軌道と血管からなり、ガス交換のため両者は肺胞で接している。肺胞は約3億個で、 総表面積は約70メートル。横隔膜、六冠筋に囲まれた胸郭中にあり、肺の表面を覆っている小膜を胸膜と言い,い、横隔膜や六冠筋を裏打ちしている。肺を覆っている胸膜を、臓側胸膜、肺胸膜、小液である胸膜内液で満たされている。左と右、に、二つに分かれているが、形状は左右対称にはなっておらず。 右肺は上から順に上葉、中葉、下葉からなり、左肺はやや小さく上葉、下葉からなる。この5つの肺葉を大葉と言い、大葉はさらに細かく十の肺区域に分けられる。それぞれ上部は尖っており、肺線。仮面は平らであり、肺手と呼ばれている。左肺に中葉がないのは左右の肺を隔てる重角にある心臓が、 体幹の中心よりも左に寄っており、その分スペースが小さいためである。口や鼻から入る空気の通り道を軌道と言い、陰頭で一つになり、口頭で食道から前方に枝分かれして、気管となり、重角で左右に枝分かれして、気管支になる。右肺は位をあるので右気管詩は、気管から約25度の角度で枝分かれする。左肺は、 心臓の分だけ上に寄っているので左気管支は、気管から約35から45度の角度で枝分かれする。気管支はオーバーへ向けて分岐し、さらに肺症用に向けて分岐する。分子を繰り返して軟骨を持たない複数男性繊維を豊富に持つ、終末再気管詞を経て呼吸再気管詞になり、その先端には肺胞がぶどうのように密集している。 枝分かれは一定の法則に従って自己組織化するためフラクタル構造になっている。気管支には肺細胞や繊毛細胞がある。細気管支にはクララ細胞がある。肺胞には I 型肺胞上皮細胞、2型肺胞上皮細胞がある。気管支にある肺細胞は気管粘液を出して湿度を保ち、繊毛細胞は繊毛運動によって吸気に混入した。 細菌等を咽頭へ流し戻す。これらの生理機能が正常に働いていれば肺胞は無菌に保たれているので、網細血管が直接空気と触れても、細菌感染などは起こさない。肺胞は厚さ約0.1マイクロメートルの扁平上皮である、呼吸上皮細胞、肺胞上皮細胞が直径約0.1から0.2ミ、mm、リメートルの球状になり、空洞。 肺胞器を取り囲む構造を持つ。両肺合わせて約3億個がある肺胞では内部に入り込んだ空気とそれを取り囲む多くの毛細血管の間でガス交換を行う場所であり面積を広げると約70メートルになる。毛細血管は内皮細胞に走り呼吸上皮細胞との間に基底膜がある。厚さ約0.5マイクロメートルのこれら3層は 血液空気関門という、肺胞は男性繊維で覆われ平な目筋を持たない。そのため、進展はもっぱら気圧の変化によるものである。肺胞でガス交換が行われるときは、I 型肺胞上皮細胞が特に濃度を交換は行うわけではなく、単にガス濃度の自然勾配によって受動交換が行われ、このため広い交換面積が必要になる。 肺胞上皮細胞内には、微物に対する免疫を持つマクロファージや、探求や、肺胞がひしゃげるのを防止するため脂質の表面、活性物質を分泌する、サーファクタント分泌細胞などがある。肺胞にある I 型肺胞上皮細胞は、薄い細胞で交換される、ガスの通り道になっている。通型肺胞上皮細胞は、厚い細胞で、肺、サーファクタントを出している。 肺胞は極めて小さいので、そのままでは水の表面張力によって潰れてしまう。そのため表面活性物質を出して表面張力を下げて肺胞が潰れないようにしている。肺表面活性物質は体制28八週頃になってやっと出始めるため、妊娠28週以前に出産すると呼吸ができない、新生児呼吸吸白症候群になる危険性が極めて高い。 そのようなこのために現在は人工のサーファクタンとを用いて呼吸できる環境にするのが一般的である。肺の血管内皮細胞はアンギオテンシン変換酵素を内分泌する。大幼虫ではお互いに穴でつながっているので細菌性肺炎などを放置すると大葉性肺炎になる。流れる血管には大きくに系統があり、血液がス交換のための系統を 機能欠陥といい、今一つは栄養欠陥という系統であり、闘臓器を養うためのものである。機能欠陥は心臓の右心室から肺動脈が出る。肺動脈は重角で左右に枝分かれして、右肺動脈と左肺動脈に分かれる。左右肺動脈は気道と同様に肺用に向けて分岐していき、最後は肺胞で毛細血管になる。肺胞で ガス交換を終えた血管は分岐した時と同様に合流していき、左右それぞれ2本の肺上脈となって、左心房に流れ込む。栄養動脈である気管子循環系は、大動脈から直接分岐する。陶臓器の膨張と収縮の仕組みは、大隔膜や六管筋が強行を広げ、強行が陰圧になることで肺が立体的に引っ張られて、受動的に膨らむ。 一方縮むときは筋肉は使われず、銅像機の自ら縮もうとする力で収縮して空気の吸入、呼び出しをする。壁側胸膜は知覚神経が豊富で、肺が痛むときはこの神経が関与している。なお、サーファクタント、海面活性剤が肺の円滑な動きには必要である。 この三白単頭が不足した状態になったことが、新生児呼吸窮迫症候群の原因である。三白単頭が足りないためにうまく肺胞が広がらず、ガス交換がうまく行かなくなっているのである。なお新生児呼吸窮迫症候群は、妊娠期間が短いほど、早産であるほど発生しやすく、新生児が死亡する原因の一つとなる。期間死と肺動脈は原則として隣接し、 平行に走行する。肺区域、悪域、小葉の中心を走行する。これに対して、肺静脈はこれらの境界を走行する。CT では、気管支に隣接する血管が肺動脈であり、肺動脈と肺動脈の間にある血管が肺静脈である。正常な人では、気管支は悪域までしか追うことはできないのでそこまでは、有効な方法である。機能動脈は、 肺動脈だが、それ以外に、栄養血管として、気管子動脈が存在する。気管子動脈は、下行大動脈から直接分子するが正常では細い。ため増 ACT でその筋異部が確認されるに過ぎない。頭臓器はリンパが豊富な組織である。気管子周囲、肺血管周囲、小腰管隔壁、胸膜の管質に分布している。特によく発達しているのが、 基幹子周囲と肺動脈周囲である。基本的には肺末症から肺門部に向かって流れている。リンパ管そのものは CT では確認できないが、眼性、リンパ加炎やうっ血精神不全のように、リンパ不死を起こすと、基幹子壁が飛行し、血管陰影が拡大し、小状間隔壁が確認できるようになる。 構造を理解する上で欠かせない概念が二次醤油と言われるものである。最も有名なものはミラーによる定義である。二次醤油の中央を気管支と肺動脈が醤油管隔壁の中を肺静脈が走っている。肉眼的にも確認ができる醤油管隔壁に囲まれた多面体である。この概念は間質性病変を理解するのに役に立つ。 二次症用は30個ほどの細葉が集まってできていると、されている細葉は CT では確認が来ない。悪域を同定するには、気管支をたどっていくのがわかりやすい。原則として、区域気管支の番号と、肺区域の番号は一致し、大体気管支が肺区域の中央を通過することを念頭に置くと、手術後や変異のある合わせでも悪域を同定できる。 酸素の摂取は水中からより空気中からの方がはるかに有利となる。これは水中における溶存酸素がせいぜい摂取15度で7ル、l であるのに対して空気中には2 0 9ル、l にも達すること空気の比重は水の1000分の1空気の粘性は水の100分の1であること酸素の血液中への拡散速度は空気中が 水中の50万倍にも上ることによる。しかし、初期積水動物によって水呼吸に用いられてきたエラは、水との接触面積を柔軟で微細な、肥田状構造によって達成しているため、これを空気中に引き出すと、肥田間の水の凝縮力によってしぼんで、島、呼吸媒体との接触面積が水中に比して著しく低下する。そのため、空気呼吸の利点を享受するには、 新たな呼吸器官が必要となる。この空気呼吸器官は、エラのような突如の酸素摂取面を体外に発達させるのではなく、体内に黄状の酸素摂取面を設けることで、空気の圧力により、呼吸媒体との接触面積が広く維持できる。こうして、エラ列直後の消化管腹壁より分化した、農場器官として肺は発生した。 脊椎動物が肺を獲得した時期に関しては、初期の遊学動物家門である、板川綱に、すでに肺を持つ者がいたとする説があるが、初期の甲骨魚綱には、確実に存在している。また、軟骨魚綱は肺を持つことがなかったグループである。発達と同時に、取り入れた酸素を、機能的に全身に運ぶため、血管の配置も変化している。魚類では、 心臓から出た動脈の一つが通り、その後全身に巡るという形をとるが、両生類以上では、心臓から来て、頭臓器を通って、すぐに心臓へ戻り、改めて全身へ運ばれるという形をとる。つまり、心臓から全身を回る循環と、肺へ行って、すぐ戻る循環が分化する。これを、それぞれ体循環と肺循環という。ただし、 これを十分に行うためには、心臓内部が二つに分かれなければならないが、そのための壁は、爬虫類以上でなければ完成されない。基本的に魚類と同じ単純な袋状の構造で、通常は最大の呼吸器官であるが、これだけでは全呼吸量をまかなうことができない。両生類の皮膚の角質層は、極めて薄く、また、通常粘液で覆われているので、 酸素や二酸化炭素が透過しやすく皮膚呼吸の能力も高い。皮膚呼吸への依存度は活動時のカエルで全呼吸量の2分の1から3分の1程度と言われている。水生種の中には陽形成熟、ネオテニーによりエラを失わないものも多く、これらは肺呼吸と皮膚呼吸に加えエラ呼吸も併用している。 霊量湿潤な森林の地表で生活するグループの中には頭像器そのものを失って全面的に皮膚呼吸に依存するものもある。山椒魚科の箱根山椒魚やアメリカ山椒魚科の全の種がそうである。両生類の中では活動的で呼吸量も多いカエルのものは比較的複雑になっており内壁の膝の発達によりいくつもの歌方が集合したような外観である。 爬虫類は基本的にほぼ頭臓器に依存した呼吸が可能な程度に構造が複雑化して内壁は海面上にまで発達している。中には哺乳類と同程度にまで複雑化したものを持つものもある。皮膚の表面には厚い角質が発達するので皮膚呼吸への依存は低いが、水性の亀などでは咽頭や相排節口の内壁の粘膜を水中での補助。 呼吸器官として用いている。さらにワニやカメなどが潜水するときは、心臓の操作によって肺循環を低下させ、肺呼吸を停止した状態での効果的な血液循環を図ることが知られている。また、蛇の場合、著しく細長くなった体勢に応じて、左の肺が退化し、右の肺のみが発達する。蝶類は、機能と、 配管の組み合わせによる極めて効率的なガス交換システムを持つ。機管から分岐した機管支は最終的に並行して走る配管と呼ばれる細かい管になり、これがガス交換の場となる。ここから5体の機能と呼ばれる大きな袋が出ている。機能は首機能、鎖骨管機能、前胸機能の3体の前機能と公共機能と腹機能の2体の5機能に分かれる。 また、各機能には気管に直結した経路も存在する。呼吸運動において5体の機能が、不意語のように伸縮するが、肺管は伸縮しない。吸気はまず3体の5機能に直接吸い込まれ、保持される。次に酸素を豊富に含んだ後機能内の空気が、後方から肺管に送り込まれる。肺管の血管には、前方から血流が送られており、 配管の前方の古い空気との間で二酸化炭素を排出した後、後方の新しい空気から酸素を吸収する。配管を通過した空気は全機能に集められ、気管に向けて排出される。このように、ガス交換部における空気の流れは一方向のみで、常に新鮮な空気が血液と対抗方向に流れる。他の脊椎動物では、空気は往復運動している。 そのためガス交換部である配胞に常にある程度の古い空気が残存せざるを得ず、新鮮な空気は常にかなりの量の古い空気と混合した後にガス交換が行われることになる。こうして効果的なガス交換能力を身につけていたことが鳥の激しいエネルギー消費を伴う飛行を可能にしたと言える。しかし、鳥の機能は全身にくまなく入り込んでいるため、獣医学的には 鳥の呼吸器感染症は重篤になりやすいと言われている。鳥類は、獣脚類の恐竜から分岐して進化した。原存鳥類の呼吸システムを、獣脚類、もしくは、恐竜全体がすでに持っていたという仮説があり、研究が進められている。2005年には、魔ンがトルスの脊椎骨の構造の研究から、獣脚類が機能を持つ証拠が提出され、この仮説の実証が前進した。 鳥類以外の動物の登場器の基本型ともいえ、哺乳類のものは最も複雑な構造を持つ。機関からは細木管視が幾度も分子を重ね。膨大な数の微細な肺胞に至り、ここがガス交換の場となる。著しいガス交換。面積の獲得により、酸素の摂取能力と二酸化炭素の排出能力は非常に高くなっている人も哺乳類の一種であるため。 基本的な構造と気候については、上記の人の項目を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。